湘南工科大学の岩佐です。このわかる数学は必ずわかります。紙と鉛筆はいりません。さあ早速始めましょう。はい、9回目です。9回目はですね、タンジェントってやつですね。そう、タンジェントっていう話です。うん、タンジェントってね、まあすごい優しく言っちゃうと傾きっていう感じなんです。すごく優しく言っちゃうと本来はちょっと違うんだけどもね、あのタッチするでしょ、タッチする、タッチから来てたのね。ラテン語でタンジェルっていうかちょっと違うんだけどね。でもまあ最初勉強するんだったらそこはいいよね。はい、おじゃす。上から光、上から光を当てたら影がコサインです。高さがサインですね。上から光、影の長さ、地面からの高さって言ってきました。傾きがタンジェントなんですね。だからタンジェント TN シータは傾き、コサイン分のサインなのね。うん、コサインシータ分のサインシータというのが、まあ、タンジェントの決まりなんですね。でちょっと難しい話しちゃうんだけども、タンジェント90度っていうのはコサイン90度分のサイン90度ってなるはずなのね。90度だからね、こうなるはずなの。うん、するとコサイン90度っていうのは0、サイン90度っていうのは1。え、おかしい。数学では分母が0になってはいけないので、これは存在しないって言います。値がないんだよって。そう、分母が0になったら丸でしょってありえないんですね。こういうところはちょっと気をつけてほしいと思いますね。でもっと勉強すればタンジェントグラフもあったりもするんだけど、まずタンジェントが傾きだってことね、コサインのサインってことな。それで分母が0になっちゃまずいからタンジェント90度はないんだよっていうところ、そこをちゃんと押さえておけばいいと思いますね。でも昔こういう人いましたね。コサイムのサインをですね、何を自慢ってのかね、これをね、先生なんでシータ約分しないんですかって言うんだ。そりゃシータ約分はしないな、角度がないと出てこないから。でもそんなこともしかして分かってないと思って、その彼に僕言ったんだ。じゃあ君はなんでこの S を約分しないんだって、なんでって言ったら、その彼なんて言ったと思う。そうですねって真顔で言われちゃってね、ちょっと焦ったことがあるね。まさか古文の意味では言わないからな。だからそういうのではなくてね、セットになってるね、角度とセットでできてるからね、ものだよと押さえておきましょう。ここまでです。楽しんでくださいましたか？数学はやればできます。コラムもやってるんですよ。